こんにちは高橋ですちょっと今日はね顔を出す元気もないんでこいつが高橋になったつもりで聞いてくださいえっとねまず最近体調が良くない話をしたいと思うんですけど最近というかもうほんと結構長いんだけどずっと体調がね実は良くなったり悪くなったりまあ実はっていうかもう全然分かってると思うんですけど皆さんはうんでも最近は僕の体調がその良くなったり悪くなったりの波が 悪くなってる方の波が長くなってきてて、で、なんか良くなるの、ちょっとみたいな感じで、だん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 ちょっとずつ悪くなってってるのよね。だから、このまま行くと、マジでもう本当にやばくなるんじゃないかと思って、ちょっと一旦やめます。YouTube、YouTube ってさ、やっぱメンタル削られる面もあるし、まあ、YouTube のせいでこうなってるわけじゃないんですけど、まあ、今一旦やめて、ちょっと良くすることに治療に専念したいと思います。 今まではちょっと YouTube 休みますとか言ってでもすぐ結局戻ってきたりとかしてたと思うんですけど今回はちゃんと休むって決めないとなんかまたちょっと調子良くなって戻ってで無理してまた悪化するってオチだからちょっっととししかり直したいと思い思ます今までなんだかんだこの1年間ぐらいずっとずっと続けてこれたんだけどちょっと今回はマジやばいかなと思って。 で動画のタイトルで適応障害とかつけてるかもしれないんですけど、まあ、ちょっと適応障害気味かもって思う節もあるんですよねなんでかっていうと僕昔高校生くらいの時にちょっと人間関係でうまくいかなかったことがあるんですけどまあ動画にしてるんで,でその時めちゃくちゃ体調悪化してでその時高校1年の夏休みの宿題で読書感想文があったんですけどなんかほんと体調悪すぎると文章がまず読めないんですよね。 文文字が文字がとしして認識できなくなくったりしてでもうどうしようもないから母親に文章読んでもらってで書いてもらってープロで書いてもらったのを僕があとは自力で書き写しなさいって言ってまあその鉛筆を持って机に座って書こうとするんですけど文字が書けなくなるんだよねその本当体調悪くなると。手が震えてててしかももねなななんら座ってることもできなくて すっごい気持ち悪かったなあの時は。でそんな話を Twitter のスペースで話してた時に元適応障害の人がいてその時それ私も適応障害の時になったことあるって言ってて割とあるあるらしいんですよその話適応障害になった人がちらほらそういう話を言っててああそうなんだって思ってまあ今はねそこまでなんかその文字書けないとか読めないとかそこまでじゃないんだけど若干その時に近い体のほてりとか 疲労感とか感じるから、うんやっぱ休みます。いつも動画見てくれてる方、僕の体調を気にしてくれて本当ありがとうございます。ちゃんと治療に専念したいと思います。まあ期間は決めてないんですけど、まあ YouTube はある程度長く休みたいと思います。まあ、Twitter とかはまあ僕も寂しいんで、ぜひ Twitter でお会いしましょう。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうね。また戻ってきます。